水野勝人の G スタジアム、今日はジャイアンツ若手の台頭でお送りします。はい、滝口さんが吉川選手インタビュー、はい、どんな感じでした？どんな青年でした？そうですね、あの吉川選手は、まあ、前回のインタビューも、うん、まあ、この番組でご紹介しましたが、はい、あのすごくこう頭のいい選手かなっていうふうに感じますね。あのこちらが質問したことに対してすぐにこう反応して、うん、あのこと細かに答えてくれるっていう印象で、うん、非常にこう好青年でもありますし、お、なるほど、なんか女性のファンにも人気が出そうな選手なんですよね。雰囲気的にどうでした？ドラフト1位で騒がれて入ってきて、はい、満足してるの？いや、もう全然そういう感じじゃないですね。もう結果を出し続けないと、自分はプロでやっていけないと。もう大学の時からそれはそうだったということで。で、実際入ってみて、はい、あの、プロの壁を感じてるなとか、やってくれそうだなとか、どう感じました？個人的にはですね、その試合を見ていて、もう最初はやっぱり、やっぱり一軍とかに上がっても、このバッティングでこう対応できなかったりっていう部分もあったかもしれないですが、多分それを経験したことによって、二軍のバッティングとかも多分だいぶ変わってると思うんですよ。かなり強い打球も、左右両方に打ったりとか。そうですか。これね、まあ、ドラフトだから、活躍する選手、しない選手っているんですよ。で、去年、田中正義投手に指名して、外れて、ロッテ行った、佐々木千早っていうピッチャーも外れて、はい、吉川選手行ったんですよ。でも、DeNA は、その、同じパターンで、浜口投手、取ってるんですよ。さあ、浜口投手7勝ぐらいしてるわけですよ。で、これ1位にもかかわらず、中日は2位で京田選手っていうショートレギュラーになってるんですよ。はあ、で、3位、西武では3位、源田選手っていうのはドラフト3位なんですよ。だから、ショート取るんだったら、源田か京田取ってれば、レギュラーになってる可能性があるんですよ。確かにそうですね。そういう選手と吉川選手なんか比べられてしまうんですよね。ドラフト1位で活躍しないと。私なんかも優勝して、甲子園で優勝して、ドラフト1位で1年目、1軍に上がったけど勝てない。何やってんだって言われるわけですよ。だから、結局2年目肩壊す。3年目でようやく成績残せるんですけど、だからそういう危機感持って吉川選手もやっていかないと、大変なことになると思うんで、まあその辺を、まあインタビューから聞けれるかどうかわかりませんけど、はい、まあとりあえず聞いてみましょうか。シーズンがもう半分も過ぎて、もうやがて終わろうかという時期まで来ましたが、どうですか、ここまであっという間でしたか？そうですね、あっという間ですね、はい。ただ今試合なんかも拝見しましたが、結構攻撃に守備にとこう、生き生きとプレーされたように見えましたが、ご自身の中で手応えというのはどうなんでしょうか？そうですね、やっぱり最初の頃に比べたら少しずつ、自信もついてきましたし、やっぱりプロという環境に慣れてきましたし、まあ、少しずつ、はい、やっと慣れてきたかなという感じはあります。打撃面で言いますと、かなりこう左右逆に反対方向にも強い打球を打ったりとかしていましたが、ご自身の中で打撃ではどんなことを考えながらやっていらっしゃいますか？そうですね、まあ、足を生かした、バッティングを心がけているので、逆方向を打てば、ゴロも打てば、内野安打もありますし、まあ、今2番という打順を打たせてもらっているので、そういうたくさんの小技であったり、まあ、そういうところを、常に打席の中で、まあ、いろんなことを考えながら打席に、はい、立っています。守備の面で言いますと、なかなかこう球際の強さというのも目立っているように見えましたが、どうでしょう？常に準備はしているので、そういう難しいバウンドでも、まあ、球際っていうところが一番、まあ、内野手にとっても、ファインプレーかファインプレーにならないかっていうところだと思うので、まあ、球際のところではしっかり意識して、まあ、最後まで諦めないで、はい、やってます。振り返ってみますと、5月には一軍の昇格もありました。やっぱりこう一軍の舞台に立ってみて感じてこう生かす部分というのはありましたか？そうですね、一軍の5月の方に上げさせてもらって、まあ、すごい一流の選手のプレーを、まあ、ベンチでずっと見てたんですけど、やっぱり自分とは全然違うレベルの違う選手ばかりだったので、自分のその力のなさっていうのをしっかり痛感しましたし、明確な、課題というのが見えたので、まあ、ファームに、まあ、落ちてからも、まあ、そこは、まあ、もう一度上に上がれるように、まあ、必死に練習はしてます。一軍のプレーを見て、自分にはこう何がこう一番足りなかったのかなっていうふうに感じましたか？やっぱり打撃の面で、やっぱ力強い打球であったり、力強いスイングっていうのは僕には全然なかったので、まあ、そういうところ一番、はい、痛感したっていうか思います。
スタメンでも1試合出場しましたが、実際に東京ドームのこのスポットライトを浴びて試合した感想というのはご自身ではどうでした？そうですね、すごく緊張しましたし、全然周りも見れる余裕もなかったので、本当あっという間だったのが、はい、そうですね、はい、ただやっぱりこう戻ってきたいなってこう感じた場所でもありましたよね。そうですね、やっぱり一軍の舞台でやって活躍したいなっていう気持ちは常に思ってます。若手のこの下からのこう突き上げっていうかね、吉川選手も含めてこうチームにはこう求められると思いますがどうでしょう？そうですね、僕だけじゃないと思うんですけど、しっかり若い、戦力になれるように、みんな必死で頑張っていると思うので、早く若い戦力でその自分の舞台で戦えるように、頑張っていきたいなと思ってます。改めて1年間こうジャイアンツのユニフォームを通してみてどうでしたか？その重みといいますか感じるものありましたか？そうですね、やっぱりすごく伝統のある、ユニフォームなのでやっぱりすごく重みを感じましたし、もうその重みをやっぱ感じる中でもやっぱり結果を残さないといけないと思っているので、早く、そうですね、結果が出るように、そのユニフォームの重みを感じつつ、しっかりやっていきたいなと思ってます。リスナーの方、また一軍の舞台、また二軍でも活躍期待されている方たくさんいると思います。最後にメッセージお願いします。本当後半もうシーズン終盤ですが、しっかりファームで結果を残して、また一軍に呼ばれるように、一軍でそこでまた活躍できるように、これからも頑張っていきたいと思います。応援の方よろしくお願いします。はい、全体としてはどういった印象をお持ちでしたか？そうですね、以前に斉藤正樹さんが二軍監督をされている時に話を聞いた時に、もう守備と走塁は一級品だと、で実際にそのファームのゲームを見た時に、もう本当球際の強さとか、外野にこう行きそうな打球も自分が背面で追ってってそのまま取ったりとか、積極的にやっぱり自分でも守備でアピールして。今どこやってんの？今セカンドです。セカンドだな、はい、だからやっぱり一軍見据えて坂本は抜けないだろう。そうですね、ショートは。ということは、もうサードかセカンドだよね。ねえ。で、村田を追いやれるか、サードで。で、マギーを追い、やれるか。そうすると、一軍だよ。やっぱ3割打たなきゃ無理だろう。もう、ドラフト1位だと、その、レギュラーになって当たり前のように言われるわけよ。坂本がドラフト1位で、高卒だったんだけど、はい、もう2年目に144試合フル出場。そうですよね。2割5分7厘。打ってるのよ。なるほど。ね、やっぱこれぐらいが目安になるのかなっていう感じはするね。長野は大学行って、社会人行って25歳かな、入ってきて、いきなり、2割8分8厘、ホームラン19本。そっか。高橋監督はいきなり3割、ホームラン19本、打点75。あ、安倍晋之助、ご承知の通り、開幕スタメンキャッチャーですよ。ああ、そうでしたね。これがドラフト1位なんですよ。そっか、そっか。すごいでしょ。ですね。新岡さんもそうだし、ドラフト1位っていうのは、ね。そうですね。牧原、斎藤、水野、桑田。ね。そうやって考えると最近のドラフト1位はもっと頑張ってほしいなっていう。そうですね。にも思いますけどね。頑張ってだからもう永遠、坂本で比較されるのは、中日の、ドノウエ。ドノウエ。はい。ね。はい。ジャイアンツはドノウエ選手を指名したんですよ。で、中日と抽選したら中日は勝ったんですよ。で、外れ1位で坂本を取ったんですよ。はい。ね。そしたら、新岡がちょうど故障勝ちだったんですよ。だから坂本は早いチャンスが巡ってきたんですよ。ね。だけど、ドノウエと常に坂本は比較される。ドノウエは嫌だよね。これだけ比較されるの。確かにそうですね。でもその時、井端がいたの。はいはい。越せれなかったわけ。確かに。そしたら、自分もだいぶ成長してきたなと思ったら、今年、京田選手がレギュラーになっちゃった。確かに。これがプロの世界の現実なんですよ。なるほど、ね。それ何なんですかね。だから、吉川選手も、自分は一生懸命やって、守備うまいとかって言われるんだけど、比べられるのは今年入った京田選手、中日の。西武の源田選手。もうずーっと言われますよ。
あの時のドラフト失敗だったよなって。ああ。これだけ一生懸命やっても、もう世間っていうのは、メディアっていうのは、私たち評論家っていうのは、そういうことを元で喋ってるわけだから。そうですね。いやー、大変だと思うよ。本当ですね。乗り換えなきゃいけない壁っていうのは大きいかもしれませんね、やっぱりそういった意味でも。だって岡本の名前聞く？確かに。もうキャンプ終わったら、岡本のおの字もシーズン入って、こんなことになるんですよ。ね、ドラフト1位、ね。だけど、もう松井にしても、みんな構想って、やっぱり大学から来た人、まあ、長野にしても、安倍にしても、はい、高橋監督にしても、西とか清水さんとか、みんな、いろんな大学から来た人はもう即戦力だけど、高校生っていうのは、即レギュラーってすっごい難しいの。ね。でも吉川選手は大学から来てる。だから坂本とか松井とかっていうのは、やっぱ最初は苦労してるわけ。だけども3年目とか4年目には、不動のレギュラーになってる。はあ、だからもう吉川なんてもう来年レギュラーをセカンドかサードで取らないと、もう絶対ダメだっていうぐらいのつもりでやってほしいね。なるほど。頑張ってください。はい。厳しいですけどね。そうですね。はい。さあ、後半は池田俊投手のインタビューをお送りしたいと思います。そうですね。今年、去年のドラフト4位ですね。ヤマハから入って24歳。開幕から1軍スタート。まあ、そうですね。やっぱり社会人から来て、開幕から一軍で入れたっていうのは良かったと思いますけどね。4月、結構投げましたけど、6月にプロ初先発で5回無失点と。勝ち星はつかなかったんですけど、まあ、いいピッチングができたと。まあ、でも6月12日から一軍登録を抹消されてると。はい。いうことですね。どこか怪我でもしてんのかな？いや、怪我はしてないっていう話。下では投げてるんだ。投げてますね。はい。これはいつの時のインタビューなんだろう。これは8月の終わり頃ぐらい。はい、撮ったインタビューですね、まあ。とりあえず聞いてみましょう。今の状態はいかがですか？まあ、6月、7月と、まあ、状態を落として、で、最近また自分のいい状態っていうのがまた戻りつつあるんで、まあ、またこれからまたどんどん上げていって、また一軍に戻れたらなっていうふうに思ってます。プロになって、いきなり開幕一軍を勝ち取りました。ある程度こう自分の中でこう手応えやれるんじゃないかというものを持ってスタートは切れたんでしょうか？正直自分はあんまり自分に自信がなくて、まあ、開幕一軍ではあったんですけど、本当だ僕なんかでいいのかなっていう気持ちは正直ありましたね。特にちょっと気になっていたのがやっぱりチェンジアップっていうボールが、すごく自信があるように思えたんですけど、チェンジアップへの思いっていうのはどうですか？まあ、そうですね、チェンジアップは一番最近覚えた球種ではあるんですけど、はい、まあ、やっぱりちょっと試してみたらしっくりきたっていうボールだったんで、まあ、やっぱこれからもっと精度は上げていかなきゃいけないと思いますし、まあ、やっぱチェンジアップチェンジアップって頼ってても相手も情報が入ってるので、いかにそれを使わずに投げていって、で要所で使うかっていうのは今後の課題になっていくと思います。池田さんはいかに大きい舞台で投げれるのかが大事だということをもう開幕前から意識していましたけれども、はい、やっぱりメンタル面の部分、その辺の重要さも感じたりするんでしょうか？そうですね、まあ、リリーフで、まあ、勝ってる時に投げさせてもらった場面もありますし、まあ、負けてる時もありましたし、で6月は先発も一応2試合やらせてもらって、まあ、いろんな状況と、まあ、いろんな役割をやらせてもらって、1年目から本当にいい経験ができたなと思いますね。その中でこう先ほど今先発という話もありました、こう中継ぎである程度実績がある中で急に先発をすることになりました。調整の難しさっていうのもあったんじゃないかなと思うんですけど、当時どうでしょう？まあ、そうですね、調整が難しいって感じることもないぐらい緊張してて、先発って言われた時に、まあ、調整動向の前にいやどうやって抑えようってことが真っ先に頭に浮かびましたね。結局、5回無失点評価していいんじゃないかなと思うんですが、自身はどうですか？まあ、やっぱりプロっていうのは毎日毎日試合があるので、1試合いいピッチングしてからいいっていうわけでもないですし、まあ、実際その先発2試合目ではもう2回途中でノックアウトされてますし、やっぱいいピッチャーっていうのはそういういい内容をいかに続けるかっていうのがいいピッチャーの条件だと思うんで、まあ、自分は全然まだまだと思いましたね。プロの世界はそのいい状態を1年間持続するというところが一つ難しいところかなと思うんですが、そのあたりの壁っていうのはどうですか？まあ、そうですね、やっぱ今年はそのあんまり後のことを考えてなくて、もう目先ってことになってたんですけど、まあ、やっぱ来年以降は、まあ、今もそうですけど、ある程度こう流れっていうかそういうものも分かってきたので、もちろん目の前の試合を頑張るというのはもちろんなんですけど、まあ、ただやっぱり
その目の前の1試合2試合じゃなくて、やっぱりプロ野球っていうのは本当に何ヶ月も 何百試合もあるところなので、やっぱそういったことも考えながら、まあ、これからもそして来年以降もやっていきたいなと思いますね。ファームでの調整が続いてきましたけれども、特にこう強化してきたポイント、このあたりを強化して一軍に上がりたいんだっていうところっていうのはどの部分だったりしますか。そうですね、やっぱり、まあ、僕は今もリリーフとしてやってるんですけど、調子の悪くない日を作るっていうのは今自分の思いながらやってるところで、その中で調子悪いなりに抑えるやっぱ要因としては、やっぱ変化球ももちろんなんですけど、やっぱストレートのコントロールっていうのはどんな調子であっても重要だなっていうふうに改めて思ったので、今はそういうところに取り組んでますね。同じルーキーの畠投手が一足先に、はい、勝ち星を挙げました、はい、こう若い力っていうのもこう出てきているなっていうところもあるんですが、刺激になってたりしますか。やっぱり同じルーキーとしてね、今先発としてやっぱり何試合も投げてますし、しかもある程度抑えてますし、やっぱ本当すごいなと思いますし、ただ僕はどっちかというと今はリリーフ、その先発じゃなくて中継ぎの役割の方が大きいと思うんで、畠投げた後に僕が投げてみたいな、そのルーキーの力で勝てたらなっていうのは自分も思ってますね。ファンも池田さんの小気味いいピッチングっていうのを期待していると思うんですけれども、そこへの意気込みを最後に聞かせていただけますか。まあ、開幕で、まあ、上では 20試合ぐらい投げて、まあ、まだまだ僕も入ったばっかりなんでね、これから今年もまだ何十試合も残ってますし、そこでまた投げられたらいいなと思いますし、まあ、仮にもし一軍で投げられなかったとしても、来年以降また、まあ、先発中継ぎどういう形か分かんないですけど、もう一回ファンの皆さんに見てもらえるように頑張りたいなと思います。はい、池田投手の声でした。はい、いかがでしたか。まあ24歳落ち着いてインタビュー答えてるなっていう感じですよね。まあ社会人も経験してるし、まあでもそれだけに1年目から戦力で20試合ぐらい投げたっていうのは非常に評価できるんですけど、はい、やっぱり1年間いないとまあ評価されないですから、やっぱり社会人って都市対抗とかで、大学だと春のリーグ戦とか秋のリーグ戦で、高校野球はもう一発勝負、はい、だ1年間143試合野球をやるっていうのはもう苦痛なのよ。1年目、俺最初1年目入った時、毎日野球するのって大変だなと思ったもん。そうですよね。で、ましてやもう投げても、また次が来る。だから、その野球、一軍でずっと野球をやる、ピッチングが仕事だっていうことに、慣れるっていうのが、なかなか難しい。だから、だって山口投手なんて、何年投げてきた？60試合以上。8人とかでしたっけ？ね。毎日ですもんね。それで、ちょっともう去年ぐらいから打たれたら、山口何やってんだよ。確かに。でも、森福 FA で取るんだよ。うん、もう山口のもう落ちてきてるからって。そうですよね。代わりを取っとくわけよ。だからそこに池田投手なんて割って入んなきゃいけないわけ。で、今年もう池田投手が入ったおかげで、トネ投手なんかは、ずっと二軍暮らしが続いてるじゃないですか。そうですね、そういえば。で、池田投手も、その、自信ないって、もう、ね、不安、ようなこと言ってるけど、これ、毎試合プロ入った以上は、毎試合50試合、60試合、いつでも池田行けますよって言えるピッチャーにならないと、一軍で残れないわけよ。それはもう大変だと思うよ。確かにね。だからまあ、前半もね、吉川選手の話したけど、やっぱり目標は一軍の自分の居場所。例えば、レギュラーでなくてもいいのよ。寺内って、やっぱり、守備で、セカンドでもショートでも、寺内出たら守備固め安心だなっていう。そうですね。自分のポジションがあるじゃない。じゃあ、それを確立してほしいね。やっぱり重信なんか足でダイソーだけど、鈴木隆弘と比べてまだまだ物足りなさ感じるじゃない。だからそれぐらい自分はもう、この一軍の28人の枠の、この枠は俺のもんだっていうふうにならないとダメだと思うね。まあ難しいけど頑張ってもらいたいなと思います。はい。